さあ今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、今日からリーグ開幕です。この開幕戦どうご覧になりますか？そうですね、やはりうまくいくかいかないか準備はしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うまくいかなかった時ですよね、問題になるのはね、はい、求心力を失いますからね。やはり両チームとも開幕白星でいきたいところですよね。そうですね。今ファーストハーフキックオフです。セリエ A 初戦、両チームどのような試合の入り方なんでしょうか？素晴らしいシュート、立ち上がりまず最初のシュートを打ちました。止めてからシュートまでは本当に完璧でしたけどもね。この試合の最初のシュートは鎌田、さあボールはジルーへ、サイドのスペースへ走らせる、ウィークロス、トルガイアルスラ、裏へ届くか、さあペリーロ上がる、まだこの前半スコアに動きは見られません。スルーパス、もうこれいいでしょう。ボールが上がる、ジルジル、クロスへの反応バッチリあったんですが決めることはできませんでした。これ繰り返すことによって相手もちょっとボールを見ることによって中がフリーできてしまいましたよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。クリア、このピンチをなんとか出します。自分で持っていく、スクイボールだ、シュート、同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいでしょうね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。2本目のコーナー、ウディネーゼはまだコーナーキックがありません。しかしチャンスは続きます。3本目のコーナーになります。これはクリア、シュート、濱田、さあ繋がるか、スクイボール、チル、ルーズボール、もう一度来た、ディフェンダ
に寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。先制1対0です。1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど。縦へのボール、マケンゴ、トルガヤルスラン、長いボールを送ります。これはファウルです。43分です。キーパーペレイラ、どこを使う、ここで笛、前半が終わりました。45分間戦って1対0。北澤さん、ここまでについて何かございますか。ホーム側としてはよく攻めている印象がありましたね。シュートも多いですし、ただもう1、2点取れても良かったんじゃないかなとも感じました。取れるときに取っておくことは大事ですからね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。セリエ A 初戦1対0でリード、後半に向かいます。後半スタート。ホーム側としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。はい。マケンゴ、トルガヤルスラン、スルーパスを狙う。お、いい形ですよ。クロス低い、ジルーがここはファールを取られます。デウロフェウ、ナウエンペレス、ロングボールを入れてきます。裏を狙っていきます。この位置でボールを受けます。足元のクロス、大きく縦へ、マケンゴ、ボールを下げてリズムを作るか。ナイティンクからターテへのボール、うまいですね。左から上がっていきます。激しい攻防、ボールが落ち着きません。なかなかボールが落ち着かない。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ボール現場チェンジをします。このクリアボール、次へつなげたい。ボール、打っていきました。ブルガヤルスラ、思い切って狙ってきますよね。相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどね。長いボール縦へ、エルナンデス、エルナンデスから大きく縦へ、一気に前線にボールを送る。ここはルーズボール、アイサークサクセス、
裏へのスルーパス、仕掛けるか、カウンターを仕掛けます。ここは一旦バックパス、ウディネーズタイムアップ間近というこの状況を展開していけるのか。奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。マトヤヤロ、さあペレイラ、サイドラインを割ったところで長い笛、1対0、新シーズンを占う一戦で見事初勝利を挙げました。前半のゴールがそのまま決勝点。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ホーム側としては開幕初戦でこういったプレーができるのはこのシーズン通しても期待が自分たちの中で持てますよね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。セリエ A 初戦をものにしました。